はい、皆様こんにちは、ピーターマンです。ポケットモンスターレッツゴーイーブイ実況していきたいと思います。若干出遅れた感はあるんですけど、発売日からまあ少し経ってるんでね、関係なくつい最近買ったんでやっていきます。はい、言語は日本語、ひらがなで始めていきます。ああ、イブイ。アップだな、随分と。かわいい。お、大木戸博士。はい、世界へようこそ。私の名前は大木戸。みんなからポケモン博士と慕われておるよ。ほう。お、コロコロだ。ポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが、至るところに住んでいる。このポケモンという生き物をなし。岩。でかいな、岩く。そしてはい、研究をしているというわけだ。はい、教えてもらおう。すごいな、これはまた8種類もある。こんな選べるんだ、すごいな。ピーターマンなんで、これにしよう。すごい、北欧のっぽいですね。名前はもちろんピーイー、ああちょっと間違えた。ピこっちか。ピータマン、ゲイ。はい、ピーターマンと言います。てるなぁ、初めて見るんだこいつ。ほう、友達、ライバルでもある。名前はなんて言うのかな、なんて言うんですか。どうしようかな。これあれだよね、ポケモンブラックとかホワイトみたいにこう2人いるわけじゃないですもんね。ライバルみたいな存在が。一人だよな。すまん、ホイケル。あ、間違えた。こっちか。こいつはギャサリンと名付けて、後でボッコボコにするよ。あ、ギャシリンになっちゃう。ギャーサリン。はい。はい、OK です。はい、お、かわいいな。はい、物語の始まりだ。夢と冒険とポケットモンスターの世界へ、レッツゴー。さあ始まります。うわ、この家てかスイッチある。すごい、めっちゃ立体的じゃないですか。はあ、すごいな。パソコン、何、はあ、ほうほう、早く走れる。うん、記録できる、楽しみだな。あー、なんか普通に呪いの文章とかじゃなくてよかったですね、これ。あのポスターあれですよ、昔のあのポケットモンスター赤緑青ピカチュウ版とかファイアレッドリーフグリーンの
オープニングというか、まあ本編に入る前に流れるタイトル画面で流れる映像の一番ワンシーンですね。懐かしいな。しかもあのカレンダーのあのドット絵、ちょっと見にくいんですけど、左にあるんですけど、あれそうだよね、昔のポケモンのデフォルメというか、そういう感じだったはずだよ。お邪魔します。なんだよ勝手に入ってくんなよ。いや急に入ってきたからさ。はあ、今日ついにポケモンをもらって、あそうなんだ、行きます行きます。ごめんさっき読んじゃった。はい、はーい、後で行きます。まあもう行きましょう。うわーこれはまた、お母さん、あそうなの、いや申し訳ないね。普段のヤサリンだったらまずありえない行動だな。あこんにちは。さあ始まりの街、マサラタウンですね。ここはヤサリンの家、マサラは真っ白、始まりの色。おやどうもありがとうよ。めっちゃ囲まれてるやん。ああすげえな、話せんのかなポッポと。はい博士、博士なんか見るたびに若くなるなこの人。ああそうですそうです、行きましょう。えビビ、おおお、そっから来る、え、かわいい。お、なんだ、え、戦うの、戦う、はい、捕まえる練習をしてみよう。投げてポケモンに当てて捕まえるんじゃと。はい、まっすぐ持って構えるで A ボタン。おお、ほうほうほう、あ、CM とかでよく見るやつですね。てい、お、グレート、 OK、 うん、捕まえた、やりました。わあ、一発で捕められた、なかなか上出来じゃないですか。うん、名前、名前か、どうしようかな。これはびっくりだよ。なに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 、すげえな、モンスターボールってこんな動くの、こんな回るの。すごいぞ。あ、はい博士、さっきは2個だったのに3個に、あそうだったの。やべ、寄ればよかった、直で上行っちゃったからな。そうなの、おーおーおー、めっちゃ動いてる、面白い。 笑い事じゃないですよこれ、結構怪奇現象ですよ。はい、真ん中だったな、左と右何が入ってんだろう。あごめんって、これね、さあ手に取ります。おおおおお、うわ、はあかわいい、くくこれ、ああもうたまらんな、いやこれはたまらん、たまらなさすぎる。いやーマジかマジか、これすごいな。ああやった、嬉しいですね、気に入ってくれてるんだ。
名前つけるって、いやーでも、迷うなこれ。今までのポケモンはね、結構ね、名前変えると覚えられないですよね。なんで、あんま、どうしようかな。いや、今回はつけずにこのままイーブイでいきましょう。でも、死に加えました。よし。お？こいつに決めます。あ、ピカチュウだったんだ。これは？なんだろう、気になる。あ！あ、イーブイ。後ろにいる。かわいいの。ピカチュウ欲しかったんだ。そうなんだ。よかったね。僕もイーブイ欲しかったよ。捕まえるとは。おお。まあまあ。え、何ですか？はい。頼みがあるんじゃ。うん。なんだなんだ。なんだ。ポケモン図鑑。データが自動的に書き込まれて、ページが増えていくという大変ハイテクな道具なのじゃ。はい。預ける。ありがとうございます。ポケモン図鑑をもらった。ただ見つけただけでは詳しいデータを手に入れることはできん。捕まえなければならんのだか。完璧な図鑑を作ること、それがわしの夢だった。もうじじい、そこまで無理はできん。結構若いけどな。なるほど。はいはいはい。はーい。図鑑か。そうだね。そうっすね。お、早いな。自分のペースで焦らず来いよ。気遣ってくれてんな。ありがとうございます。そんなそんな。いいやつだな、あいつ。さあ、なんだ？お母さん。うん。あ、そうなんですよ。EV で。あ、そんな感じでお願いします。うん、出かけます。え、何を？ほう、タウンマップ。タウンマップ。なんか世界地図みたいな感じですね、確か。いる場所がわかるからね。はい。行ってまいります。さあ、さてさて、この旅の始まりなわけなんですが、ですね、まだ行ってなかったんですけど、この旅の目的というか、一つの目的があって、それはプリンを捕まえることなんですよ。っていうのもプリン大好きで、ピンク色のスマブラとかにも出てるプリンなんですけど、すごい好きで、EV はもちろんなんですけど、プリンと一緒に旅をしたいんですよね。ただただいかんせんプリンが出てくるまでちょっと時間かかるというか、若干遠いんですよ。そうなので、まあ、実際のその本編というか、本編はプリンが出てきてから、プリンを捕まえて手持ちに加えてからというところにしようと思っていまして、それまではまあサクッとというか、できるだけ早くそのプリンにたどり着けるまで進めようと思っておりますので、ちょっと早いかもしれないんですけど、まあなんである程度進めたら何か入れていいよと。進めたら大幅カットでプリンのところまで飛ばします。で、もう一本普通に進めてる動画も別で撮って残しておくので、気になる方はそちら見ていただいて大丈夫です。お願いします。さあ、マナツボミを捕まえると、はい、うまい、うまいんじゃないですか。ど真ん中行きましたよ。さあ、こういうシステムはポケモン GO と一緒ですね。ポケモン GO はね、全然もう本当に序盤というか少ししかやってなかったんで。ああ、ええ、は経験値もらった。あとなんか7の実ってやつもらった。経験値もらっちゃった。あ、そっかそっか、捕まえて行くと経験値がもらえるの。対戦はポケモンの対戦というか、戦ってる画面も CM とかで見たことはあるんで、
どういう感じなんだろう。システムがまだこう完璧には理解できてないですよね。お、こらったじゃん、こらって捕まえ、お、なんだイーブンのびっくりマークが出たが、と、あ、弾かれた、やるな、へっ、 あ、やばいやばい、全然まっすぐいってない、せーの、よし、グレート、やばい、2回外しちゃった、3回か。いやー、こういうセンスは皆無なんでね。コラッタを捕まえた。よし。よしよし。お、電光石火もう覚えた。やったー。さあ、コラッタ。ちなみに、ポケモンの説明文もあるんですけど、牙が2つ。前歯か、何でもかじってみる、1匹見つけたら40匹はそこに住んでるはず。いやー、ネズミだな、ネズミっすか、ネズミリアルではあんま見ないからな。お、なんかイーブイが見つけたらしいですね。ほう、ズリの実、ズリの実、ズリの実なんだ、バッグにあんのかな。どれだ？これ、これか。お、これはさっき捕まえた時にもらった少し落ち着く木の実。落ち着く？捕まえやすくなる木の実。あー、なるほど。なんかポケモン GO にもあったな。こう輪っかの色が変わるんですよね。黄緑が一番捕まえやすいんですけど、それがあの黄色とか赤とかになっていくと捕まえにくくなって、それを捕まえやすくするのが確かそのズリの実なんですよ。さあ、ポッポを捕まえますか。さっきも言いましたね、3匹3羽か。こんなもん一発で捕まえますよ。はい、あれ、なんだこれ、どうした、どうした、えい、エクセレント。いやー、皆さん見ましたか、エクセレントですよ。さすがじゃないですか。もうダメだ。3匹目の、もう本当に序盤のポケモンに対してこんな、弱っちとか、もうセンスねえなー。成長を覚えた。今、ありがとうございます。さあさあさあ。お、登録されます。ほうほう。おとなしいですね。ポッポか。ポッポ。あとポッポ。さあ、進みますよ。第2の町、トキワシティ。到着しました。特に何か。キャタピーには毒がないけど、ビードルには毒があるよ。刺されない。嫌だな、刺されると。お？ああ、もう存分に書いてください。なぜわかった？知っとるけど。はい。お届け物を預かった。はーい。すげえ押し付けられたな。お、今すぐ現状に戻る、そのつもりですが。はい。うわ、ワープした。ま、超便利だな、これ。お届け物でーす。様子は？超かわいいよ。この通り、超かわいいですよ。そらもう。才能があるな。あ、そうです、そうです、届け物を渡した、中届いたが注文の品品。俺のピカチュウ技を、なんだ、覚えたってこと、乗っかってます、グッドタイミング。
はい。さっきイビーが拾ってくれたんだけど捕まえるとき投げれば喜んでぐっと捕まえやすくなる。集めるも気に入り、あ、お気に入りを育てるも二人の自由じゃ。それはもう楽しくやらせてもらいますよ。まあ私の目的はまずプリンを相棒にすることなんで、相棒二人じゃダメか。俺ポケモンたくさん欲しい。強く、そうだ、そうだね。なんや、捕まえるだけじゃない、知っとうよそういうこと、もう重々承知ですよ。教えてやるよ。上から目線だな。やっぱこいつはギャサリンだった。やはりギャサリンで正解だった。お、ピカチュウだ。イーブイ、さあ初めての対戦です。あら、相手も6レベだ。こちらも6レベ。電光石火ドスーン。半分いかねえか。全然食らわねえ、すげえ。あ、やばい、麻痺った麻痺った。まあこの辺の説明とかちょっと長くなっちゃうと、その技とかの説明とかも長くなっちゃうと思うんで一旦省きます。それでまあ、さっきも言ったんですけど、別で収録するというか、プリンを手に入れるまでの間、その長い道のりの中で、まあ、機会があれば説明できればなと思いますんで。電光石火、まあこのポケモン自体結構やられてる方多いと思うし、大体は知ってる方も多いんじゃないかなとも思うんで。あ、動けない、困るな、やばいな。回復アイテムあったかな。ないよね、動けるこれ。やばい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 、やばい、これはやばい。こっち4匹もいるけど4匹いるけど、これはやばい。いけ、生きた、やったー、勝ちました。よしよしよし、勝負に勝った。負けちゃったの、それはもうこっちに4匹もいるんで。偉そうに言っといて俺恥ずかしい。そうだね、まあ、よく分かってるならいいですけど、まあ敗因はポケモンの数じゃないですかね。時々か、たまにでいいよ、余裕っすよ。イーヴィ強いっすよ。さあ再びここから始まります。こんな、あれ、この子いた、さっき。はい、そうですよ、相棒ですよ。スポーツウェア、お、お着替えシステム的な、なんだ、え、触れ合って遊べる、うん、うん、お、あ、手が、撫でられるんだ。お、お、お、うえ、かわいい、やばい、これはやばい、これは語彙力がない。あー、かわいいな、かわいいな。こんなことしてる場合じゃない。これは木の実をあげよう。ほう、木の実をあげれる。
あ、そういえばさっきこんなんもらったな。はい。あ、めっちゃ食ってる。かわいい。美味しかったか？よし。なるほど。なるほどね。そういうことができるのか。かまってあげないとね。遊ぶが増えた。いつでも遊べるよと。なるほど。いいな、これ。これ、きっとイーブイ固定なんでしょうけど、全然それでも、超楽しいですね。さて、こっからの旅は、先ほども申し上げた通り、プリンを捕まえるまで一直線で行きます。最短ルートかどうかわからないけど。なんで、まあ、正規の動画では、もうこの次の話数というか、それはもうそのままプリンが持ってる状態で、になるとは思うんですけれども、まあ、それまでのやつもちゃんと収録はしておくので、そちらもご覧いただければと思います。それでは一旦ここで切りますか。ではここまでのご視聴ありがとうございました。はい、皆様こんにちは。ここまで、ようやくここまで来れました。今私は何番道路だろう、5番道路かな。5番道路まで来ました。ニビシティ。花田シティのジムリーダーを倒してここまでやってこれました。相棒イーブイと一緒にね。その辺の動画はまた別で上げてあるので、ぜひ協力していれば、見てくださってる方もいると思うんですけど、まあ、ぜひね、見てない方も見ていただければなと思うんで、よろしくお願いします。今私はプリンの目の前じゃないけどプリンがいるであろうところにいるので、かわいいな。ここにおります。あ、まあいっか、とりあえず捕まえよう。ここに出るっていう情報はもう聞いたんだ、あるつてから聞いたんだ。さあ出て、あ、びっくりした、びっくりした。スモール、逃げます。さあ出てこい。どこだプリン、出てくるんだ。どうだ、どこにいる、出てこないな。コラッタとポッポばっかりだな。あれあれ、アイテムだ。スーパーボールを3個見つけた。やった。あれ、ここじゃないの。あっ、消えた。びっくりした、びっくりした。もうなんか出てきましたね。多分あれケーシーですけど。おっと、これは、あー降りちゃった。もう一回戻ろう、戻ってこよう。あれは確かロコンですね。ロコン欲しかったんですよ。ロコンもパーティーの一員ですね。それは決めてあります。ロコン大好きなんで。ロコンというか、まあ、あ、いた、いました、発見しました。プリンです。超かわいい。あ、きつい、もうやばい。もう語彙力がなくなってる。構える、えいっ、エクセレント。3、やった、一発ゲット。やりました、やりました。経験値めっちゃもらった。イエーイ。あ、レベル上がった。やったー、やったやりましたよ。プリンゲットです。風船ポケモン、つぶらな瞳で相手を見つめた後、不思議で心地よい歌を聴かせて眠らせてしまうと。いやー、やばい、超早口だ。あかんあかん。ついでにもう一匹も捕まえちゃいますか。ちょっとずりの実もったいないけど、捕まえれば関係ない。移動するのか、強い、手強いな。あ、やべ、ずれちゃった。よし、グレート。よし、ゲット。まあ、せっかくなんでね、ちょっと厳選しますか。あ、悟空レベル上がった。まあ、厳選って言ってもプリンだけなんですけど、いや、昔はね、やったんですよね、厳選とか。やってたけど、今回は別にそんな、
そういうゲームじゃないし。いや、進化したスピア、まあ主力にするつもりはなくて、スピアは単純にこうポケモン図鑑埋めですね。お、ダブルニードル覚えた。あともう一匹バタフリーが欲しいんで、トランセルと変えます。バタフリー、ポケモンボックスでスピアを外して、あ、今こんな感じです。捕まえたの、トランセル。いや、キャタピーの方が高いか。トランセルか。手持ちに入れる。ロコン、ロコンはどこだ。いた、消えた。オーマイガッ、ピジョンだ。ピジョンは私もうそろそろポッポが進化するんでいいですね。あー、ロコンが、ロコンを捕まえます。一応ね、ギャサリンがいるな。動画の流れとしては多分この前半部分にチュートリアルじゃないですけど、まあ、関東地方の、間違えた、マサラタウンからの、マサラタウンから、マサラタウンか、マサラタウンの出来事があると思うんですけど、今つなげてここにいるわけですね。11か、低いな。そうだよ、ロコンが欲しいんだよ。ロコン捕まえ終わったら軽く今どうなってるかをちょっと紹介します。紹介というか説明というか、さすがにそれがないと混乱しちゃうと思うんで。ここ一方通行なんだよな。あの大きいプリン欲しいな。さすがにプリン6匹パーティーってさすがに難関だと思うんでしないですけど、ちゃんとイービーも連れていきたいんで。15レベルだって、絶対捕まえてやるぜ。はっ、あげて、おい、あ、飛びやがった。あー、惜しい。もうちょっと下だったらエクセレントあったな。お、捕まえた、やった。よしよし、やった。どんどん上がるね、どんどん上がるね。よしよし、さてさて様子を見ますか。お、あ、ポッポの進化がさっき捕まえる必要なかったですね。だからビジョンとなりました。イエイ。さあ、ロコンはどこだ。ロコンは登録されます。有り余る体力の持ち主で広い縄張りを飛び回り、すげえ、わしとか鷹みたいな感じなんですかね。ロコンはいずこ、ここにいるか。珍しいポケモンなのかな、どうだろう。でもいないな、仕方ない、あれを使うか。先ほど手に入れたこのバッグの中の虫寄せコロン使った、香りが広がった。さあ、これで出てこいよ。プリン、プリンは、プリンは嬉しいが、今もう結構、今余ってないけど、ロコンが今欲しいんです。プリンも欲しかった。プリンは捕まえた、だからロコンが欲しい。だからではないが、出てこない。ロコンはどこにいるのか、ついでにケイシーもどこにいるのか、全く出てくる気配がありません。これは困った。出てきた、早く、もっと早く、走るんだ走るんだ、ピーターマン、とっとく走るよピーターマン。よし、あ、ケイシーが上に、これは完全にミスだ。入れ違った。まあいい、ロコンは捕まえる。
詰まる。レベル高っ。17。こいつはいいぜ。と、よし、開いた。絶対にこいつは主力にしよう。よし、一発ゲット。ついでに剣心も捕まえに行こう。お、速さの飴2個。速さの飴、あー、あれか、博士にポケモンを送るともらえるあの飴ですね。めっちゃ上がったな。よしよし、調子いいぞ。美しいよね、大きくなると。へえ、今5コンだから6尾だけど、789っていう風に増えてくるんですかね。さあ、あのケーシーを絶対捕まえる、絶対捕まえる。よいしょ。何、コロンの効果が切れた。ケーシーはいない、いません。もうどっかに行ってしまった。仕方ない、どっかで捕まえよう。さて、ではポケモンを入れ替えます。一旦鬼スズメと、鬼スズメピジョン外します。で、まずプリン、15レベルのプリン入れます。そして、あ、ちょっとロコン17レベル即戦力入れます。はい、現在のパーティーはもうトランセルは気にしないでください。トランセルは今ちょっとバタフリー用にいるだけなんで。で、こんな感じです。イーブイ不思議草、ピッピ、プリン、ロコン。このピッピとプリンとロコンはもう固定で、あとイーブイも固定でいきます。この4匹はね、不思議草とトランセル、まあ、この枠はもう空いてるようなもんなんで、一応ここに水タイプのポケモン入れようかなと思ってます。で、不思議草に関してはまあ迷ってる、今現時点でちょっと迷ってるんですけど、いずれまたこれだって思えるポケモンが出てきたら入れるつもりです。まあ基本的にはこの4匹と一緒に進んでいきます。様子を見る。イーブイ、穏やかな性格、穏やか性格っていうのでステータスに差があるんですよね。穏やかは確か特防が上がるんでしたっけ、違ったかな。やべ、戻っちゃった。まあ特防高いんですよね、結構ね。技こんな感じです。まあ技もどんどん変わっていくでしょう。次、不思議草、完全にサポート用ですね。サポートというか耐久みたいな。陽気、はい、次、頑張り屋の性格、力が自慢。いいっすね、25、27。特攻、特防、攻撃もまあ、でもまあどうだろうな、これだとちょっときついな。技が弱いんですよね、まだ。さあ次、放っておいて、ワンパクか。ワンパクって確か特攻が低くて特防が高いんだっけ。あれ、なんだっけ。でもプリンは結構ね、攻撃が高いんですよね。あ、これか、青いやつが低いんだ。で、物理、防御が赤いからこっちの方が多分高いんですね。で、体が丈夫と。なるほど、物理耐久があるんだな。でも攻撃が一番高いですよね、このプリン。なんで攻撃系というか物理系でいこうかなと思ってます。ロコン、攻撃が高くて素早さが低い。これはこれはロコンにあるまじき勇敢だ。なるほど、まあまあまあいいでしょう。技いいっすね、ロコン。怪しい光と鬼火覚えてる、これはいいな。あ、イーブイ攻撃が低いんですね。で、特防が高いと。ふんふんふん、よしよし。さてさて、こんな感じで進んでいこうと思っております。
まあちょっと捕まえたばっかりで場面切り替わったばっかりなんですけど、この辺で一旦ね区切って、まあ俺たちの戦いはこれからだみたいな感じで締めようかと思います。ちゃんとあの2話ありますんで、打ち切りとかじゃないんで大丈夫ですよはい、では今後の展開をぜひご期待ください。第2話へ続く。ご視聴ありがとうございました。